卵はね、すっごくね、華やかに固まります。これでございます。どうも、僕です。ということでですね、今回は最終形態になってるんで、第4形態になりました。フリーザでいうとデスボールを使うやつね。ということで限界が近づいてるんで、早速やっていってもいいですか。早速やっていってもいいですか。いきましょう。リュウジのバズレシピ。これ材料紹介するんですけども、今回はね、まあ、本当にもうすぐできる、すぐできて、なんとね、めっちゃ太んない、超痩せがゆです。ブロッコリー、ブロリーです。コンビニで売ってるんですよ、これ 140g です。糖質なんと 0.8g。 痩せるためにあるのか、君は。これを機にね、冷凍ブロッコリー使ってない方はね、使ってほしい。それぐらいめちゃめちゃおすすめのブロリーです。ということで、卵1個です。あと、僕の命の源、力水という名のハイボールです。フィニッシュに向けていいですか。お願いします。じゃあまずね、ブロッコリーを剥いていくわよ。剥いていくと、ほら、もう中にはもうこのもう新鮮なブロッコリーがいっぱい詰まってるんで、入れていくんです。600W、約3分半。3分半。じゃあ3分半チンしましょう。ういー、 あ、やめとこう。もう一本、この後にもう一本取らなければいけないことを、またすっぱり忘れてた。チンしたのね。で、こんな感じになります。パサ、ね、こんな感じになります。ハサミでね、もうチョキチョキ切っちゃうんです。これ包丁でね、切るよりもハサミでね、こうやって切っちゃった方が楽ちんだと思うんで、左手でチョキチョキしないで、麦麦でボギボギ。これ今何て言った。今左手でチョキチョキしないで、麦麦でボギボギ、グビグビって言おうとしたんですね、今ね。言語能力が失ってくるんですよね、これね。左手でチョキチョキしながら、右麦でボギボギです。皆さん真似してみてください。皆さん真似してみてください。チョキ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 するんですよ。もういいや、めんどくせえや。ブロッコリーがゆなんで、お米の代わりにするためにちょっと短くしていきます。じゃあここのね、手鍋にね、具材を入れていきます。粉々にしたブロッコリーでございます。はい、お水を入れていきます。 240cc です。はい、白だしをね、大さじ2杯。今回ね、味付け白だしだけ足していきます。計量カップに入れてね、溶いていくとね、片栗粉ね、小さじ2杯を入れていきます。で、倍量の水が必要なんで、これだったら小さじ4杯の水をこれ入れていきますね。これじゃあこれでもうほぼ完成。そしてブロッコリーが完成する頃には、僕も完成させていかなきゃいければ完全体になっていきます。ああ沸いてきた沸いてきた。これ沸いてきたらね、ちょっと火を落として、そしたら水溶きの片栗粉をちょっと混ぜてください。これね、ほらとろみがついてくるんです。これとろみがついてきたら、ちょっと火を落として溶き卵を入れる。そうするとね、こう回し入れてください。そうするとこのね、とろみがね、いい感じにこの卵の拡散を防いでですね、卵はね、すっごくね、華やかに固まります。これでございます。じゃあ盛り付けていきまーす。ダバーン。はい、オッケー。ね、小ネギとかね、真ん中に散らしてあげると、こうアクセントもつけますんで、おお、なんか超健康に良さそうな色してますね、これね。これさえ食ってれば絶対痩せる。タンパク質超豊富、ブロッコリーのバーラガールで完成です。じゃあ食べていただきたいと思います。いただきます。ハイボール。うまっ、これ、うまっ。少し歯ごたえがあって、めっちゃめちゃおいしい。これ締めの料理だな、これ。うん、ごま油でございます。割れかけちゃったらもう、くわ。はい、スタッフチャンス。ちょもまずは普通に食べてください。そうです、バンダイス。
いただきます。あ、美味しい。これめちゃめちゃ優しいですね。二日酔い時とかにもいいですね。これ二日酔いもいいと思う。俺このままで話してもらっていいですか。あの少したらブロッコリー嫌いな人も食えちゃうと思う。うん、うまいっすわ。全然ガラッと変わります。ガラッと変わるじゃん。締めに使っていただき、ごちそうさまです。ちゃんと飲んでいただきます。ブロッコリー、卵はやるですね。やってみてください。ジョキジョキ切って、でも包丁いいんですけども、包丁もまな板回らなきゃいけないっていうふうに考えると、ここで切った。ちょっと待ち、何ハム買うんですか。